セプトなの。それ、あのよ、好きなやつしかたまらない、好きなやつしか、あれだから。アルテルはね、ではね、アルテルの特性はね、おいおい、邪魔だわ。遠く行けよ。マジで邪魔でしかねえだろ。信用しねえんだから。充電しなきゃいけねえわ。うん、まあ、あ、先ほどのシェイプ第2段階で16メートルだわ。だから観察虐待とか使うと8メートルになる。第2段階まで32だと勘違いして、第3段階が32であって、マジですかね。失礼しよう。大変だねえよ、シンプル。本当にこれ、逃げた扱いでいいの？マジで、またあれだよ。あれになってんの？あれになってんじゃん。これなんだよ。なんだい。アップ。
まってないの。終わってんじゃん。どこでやられてんだよ。こっちの方に来たってことだろ。とんでもねえやつだよなこいつよ。発電機回してる側に来たから俺のところに来たんだろ。ここに逃げるやついるか。発電機回してる側で逃げるってどういうことよ。自分が助かりたい根性丸出しで、なすりつけの根性もあったんだろ。ろくでもねえやつっているよな。マジで回復もできねえだろこっちかよ。両方できないし、こっちでもできない。こっちでもできない。だから、こっちでもできないんだよ。
メダメダメダメ、もう無理。あとも引っ張ろうか。あら、見えないからね、ハッチ見せる。やばいかも。これでハッチ見えればいいんだけど、赤いやつ見えないよね。見えるかもしんねえから見てみる。あれ？なかった音。ヒロちゃんデスバレースーパース生プレー、見せる男、これがヒロちゃんの強み。勝ったのはやっぱりヒロちゃん。勝ったものが強い、勝ったものがナンバーワン。 99% 押されてました。うん、いやだって8戦でも勝利の条件だから、勝ったものが強い。違うというならそれデカいプレーじゃない。うん、勝ったものが強い、これが勝負強さの塊、それがヒロちゃん。